ネバー世代は、アメリカ出身の競争馬、シュボバ。イギリスのクラシック二冠馬。ネバー世代は1954年に、イギリスのダービーとセントレジャーの二冠を制し、父、ナスルーラのヨーロッパにおける最良の産句となった。しかしネバー世代は父、ナスルーラに似て、村のある競争馬で、ダービーを勝ったのも大穴の評価だった。ネバー世代は、記録上は、 アメリカ人がアメリカで生産したサラブレッドだが、その血統にはヨーロッパの影響が色濃く反映されている。バシュはアメリカの競馬界と折り合いが悪かったので、引退後のネバーセーダイをイギリスに止めて種ボバにし、そのうちイギリス国立牧場に寄贈してしまった。ネバーセーダイは種ボバとしても村があったが、1962年に、 偶然も幸いして、イギリスの種ボバチャンピオンとなった。種ボバランキングは、3区の獲得賞金の合計で決まるのだが、偶然というのは、この年の賞金総額の半分以上は、ラークスパーが、ダービーに優勝して獲得したものだが、このダービーでは、本命馬を含めて8頭が落馬するアクシデントがあったからである。ネバー世代の3区のうち、早い時期に大ハード。 シプリアにネバービートが日本に輸入されると大成功した。その結果、サンクが次々と日本に輸入されるようになった。その中からもさらに成功したシュボバが出ると、世界中からネバー生代のサンクが種ネボバとして日本に買い集められるようになり、1960年代から1970年代には有力なサンクのほとんどが日本に集まる結果となった。 これらのうちネバービートは何度も日本の種ボバチャンピオンとなるほどの成功を収め、ネバー聖大の系統は1960年代から1970年代の日本競馬界を席巻したが、やがて流行が廃れ、1980年代には、父兄としては活躍の舞台から、ほとんど消えてしまった。ネバー聖大は、現代のアメリカを代表するサラブレッド生産者である。 クレーボーンファームと、不豪のロバート・クラークによって育て上げられた血統から出た。その血統は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の影響が反映されており、イギリス、アメリカ、フランスの競争場の違いに混じっている。ネバー世代の生産者、馬ュのロバート・クラーク・ネバー世代の母方の系統は、ヨーロッパとアメリカを行ったり来たりしながら反映してきた。 ネバー世代から見て4代前のサウンステップは、生まれたばかりの1916年の秋に、イギリスのニューマーケットで行われる、ディセンバーセールというセリーチに出された。これを510ギニーで落札したのが、アメリカ人のアーサー・ハンコックである。ハンコックは、現代のアメリカ・ケンタッキー州の代表的な、サラブレッド生産牧場の一つ、クレイボーンファームの創業者である。 クレーボーンファームは1910年に起こされたばかりで、サンステップを購入した1916年には、クレーボーンファームはまだ取り立てて成功した牧場というわけではなかった。サンステップはアメリカへ連れて行かれて競馬に出たが、未勝利に終わった。しかしサンステップは、繁殖品馬としては量跡を残した。ハンコックは、第一次世界大戦で荒廃したフランスで、 1923年にテディの産区でサーギャラハッドというシュボバを購入した。サーギャラハッドはクレーボーンファームで種ボバになると1927年の産区にアメリカ三冠馬ギャラントフォックスが登場し以後も次々と活躍場を送り出して北米の種ボバチャンピオンに4回輝いた。クレーボーンファームの発展はこのサーギャラハッドの成功によるものである。 サンステップにサーギャラハッドを交配して生まれた品バがガラディで三冠馬ギャラント・フォックスと同じ1927年生まれだった。このガラディを購入したのがロバート・クラークである。クラークはニューヨークのミシン製造会社シンガー社の創業者の孫でその資産を相続して上流階級の一員となっていた。クラークは父の影響で絵画の収集家となり、 イエール大学を卒業すると、フランスへ渡り、パリで女優と結婚した。クラークは、ハンコックの生産したカレントという品馬を購入し、カレントは1928年に、ブリーダーズ・フューチュリティ・ステークスや、セリマ・ステークスの勝利によって、全米2歳品馬チャンピオンの名誉を獲得した。カレントは3歳になって、ケンタッキー・オークスで3着になっている。ガラリは、 カレントの一つ下の世代で2歳の時にクラークが購入しセリマステイクス2着ピムリコフューチュリティステイクスでも3着に入り3歳になるとカレントと同様ケンタッキー・オークスで3着になったガラディはアメリカで7勝を挙げ1931年にカレントと一緒にイギリスへ連れて行かれたガラディはイギリスでは5勝を挙げそのままイギリスで 繁殖品馬となった。クラークは、優れたシュボバを求めて、ガラディを連れて、イギリスやフランスを頻繁に往復した。1936年に、フランスの種ボバダークレジェンドを父として生まれたのが、ガラテアで、ガラテアは1939年に1000ギニーと、イギリスオークスの2巻に勝った。この年、ボバでは、ブルーピーターが二千ギニーとダービーの2冠を制しており、 三冠目となる秋のセントレジャーでは、ブルーピーターとガラテアの対決に加え、フランスのカ冠バ・ファリスも参戦を表明し、この秋のヨーロッパで最大の注目レースとなった。ところが、セントレジャーの前の週に、ドイツ軍がポーランドへ進行して、第二次世界大戦が始まり、セントレジャーは中止となった。この、ガラテアの二歳下の半妹が、 ネバー世代の祖母ボレアーレで、ボレアーレの父もまた、フランスシュボババトだった。クラークは1940年に、戦火を逃れて、ボレアーレ、ガラディア・ガラテアをアメリカへ引き上げた。ボレアーレはアメリカで出走し、20戦1勝の、戦績を残した。ボレアーレが1944年に生んだのが、ネバー世代の母シンギング・グラスで、その父は、アメリカの三冠馬。 ウォーアードミラルである。シンギンググラスは1944年のアメリカ生まれだが、1945年にヨーロッパでの世界大戦が終わったので、クラークはシンギンググラスをイギリスへ連れて行った。シンギンググラスはニューマーケットのジョセフローソン調教師に預けられた。ローソン調教師は前述の二巻品バガラテアをはじめ、クラークの所有場を引き受けており、 シンギンググラス、そして後にネバー世代も預かって、ネバー世代で初のイギリスダービー制覇を遂げることになる。シンギンググラスは7勝を挙げ、中距離が得意な二流馬との評価を得た。シンギンググラスはそのままイギリスで繁殖品馬になると、1950年にアイルランドの種ボバナスルーラを種付けされた。シンギンググラスが妊娠すると、クラークは、 シンギンググラスをアメリカへ連れ戻した。その結果、ネバー世代は1951年にアメリカで生まれたが、1歳になると、イギリスへ送り込まれて、ローソン調教師に預けられることになった。たまたま、クラークがシンギンググラスをアメリカに戻したのと同じ1950年に、ハンコックはナスルーラを購入し、アメリカへ輸入して種ボバとした。 こうした事情で、ネバー世代は、アメリカ生まれで、父のナスルーラもその時、アメリカにいたが、ナスルーラにとっては、イギリス時代の最後の世代の産区、ということになる。後にネバー世代が活躍すると、クラークは、シンギンググラスにもう一度ナスルーラを種付けしたいと、考えたが、どうしても種付けを入手することができなかったという。ネバー世代の名前、ネバー世代は、 競争馬としては風変わりな名前で、ネバー世代はその名前のおかげで特別な関心を集めることになる。英語での、ネバー世代は、しっかりしろや。とか、弱音を吐くな。のように訳されるが、もっと直訳的には、死ぬな。となる。この名は、ネバー世代の出生の際の出来事から付けられた名前である。ネバー世代の母馬シンギンググラスは小柄な、貧馬だった。 一方、生まれてきた子馬は、体が大きく、かなりの難産だった。母馬は疲弊してしまって動けず、子馬もほとんど、息をしておらず、右前足が曲がって、体の下敷きになっていた。子馬にはウイスキーが与えられ、鼻の周りにもウイスキーが吹きかけられると、子馬は、なんとか、息を吹き返した。この時のやりとりが元で、この子馬は、ネバー世代と命名された。 ネバー世大は母馬と一緒の馬房でしばらく過ごしたが、その馬房は過去に5頭のケンタッキーダービー優勝馬が使ったものだった。ネバー世大は順調に成長し、1歳になる頃には金星の取れた立派なクリゲ馬になった。牧場の責任者は当時、ネバー世大の唯一の欠点は右足が湾曲して外交していることだと指摘している。1歳の春には、 ネバー世代はさらに体が大きくなり、同世代の遊び相手を盛んに蹴ったり噛みついたり、するようになった。夏になっても、束をいじめる癖は治らなかったが、それ以外は、人の言うことをよく聞いて、利口なところを見せ、体はますます成長し、極めて眼見で、タフになった。通常、一歳になると、コ馬は、血離れのため、母馬から引き離される。 ネバー世代がいた、ケンタッキーの牧場では、普通は、地離れの後は順地と育成のために、バージニア州の牧場へ送られるのだが、ネバー世代は、特別に生まれた牧場に留め置かれて順地が行われた。1953年4月28日に、競争馬としてデビュー。ニューマーケット競馬場で未勝利戦に出走したが、26倍の低評価で、 7着に終わった。2戦目は6月18日のアスコット競馬場のニューステイクスで、ここでも注目されないまま7着だった。7月18日のアスコット競馬場では、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスが行われ、エリザベス2世以上も臨席していた。ネバー世代は、この大レースの前に行われたロスリン・ステークスに出走し、 そこで本命になって初勝利を挙げた。7月にはもう一戦、グッドウッド競馬場のリッチモンドステークスに出走し、ザ・パイキングから4馬身遅れの3着に入った。夏場を休養に当てた、ネバー世代は、10月にソラリオステークスで5着になった。あと、イギリスの重要な2歳戦であるデューハーストステークスに出た。本命になったのは、 ロイヤルロッジステイクスを買ってきたインファチュエーションで、ネバー世大は後島中最低人気だった。このレースでは、順当にインファチュエーションが勝ったが、ネバー世大は三着に入った。このインファチュエーションは後年、日本で種ボバになっている。しかし、この年のイギリスの2歳馬で最良の評価を得たのはザ、ザパイキングだった。ザパイキングは、 夏の間にコベントリーステークス、リッチモンドステークス、ジムクラックステークスを勝って、早々とヨーロッパ2歳チャンピオンの評価を確定させると、当時の世界最高賞金レース、10月のガーデンステートステークスに挑むため、大西洋を渡ってアメリカにいた。不運なことに、レース前夜になってザ、ザパイキングにつなぎ日々が見つかり、出走を取り消すことになったが、 ザ・パイキングの場所はアメリカ人で、ザ・パイキングはそのままアメリカに遠まってケンタッキーダービーを目指すことになった。結局この年のネバー世大の成績は6戦1勝で、得た賞金は815ポンドだった。年が明けてのフリーハンデでは、首位のザ・パイキングの133ポンドから18ポンド、低い115ポンドにランクされた。ダービー制覇ネバー聖大は、 冬の間に馬体が成長したが、年明け2000年は成果にはつながらなかった。エントリー競馬場のユニオンジャックステークスで2着した。あと、4月のニューマーケット競馬場で、フリーハンデキャップに出走して着外に終わった。エプソムダービーに向けての最後のステップレースで、ネバー・世代は、ニューマーケットに戻り、10ハロンのニューマーケットステークスに出ることになった。 マニーマーサーキッシュの起乗によって、前半は、果敢に戦闘を切ったが、途中でかわされ、イロープメントと、ゴールデンゴッドに次ぐ三着でゴールした。陣営はこの後、ネバー世代の体調が急激に向上したと判断し、ダービーステークスへの出走を決定。エプソムダービー当日は寒く凍えるような日になった。22頭の出走馬がいたが、 ネバー世代は34倍の人気薄だった。幾人かの証言によれば、ネバー世代という印象的な場名と、起乗する18歳の若手騎手レスターピゴットの個人的な人気がなければ、ネバー世代の馬券はもっと人気がなかっただろうと言われている。ネバー世代は、道中の位置取りもよく、ピゴット騎手の指示で直線で早めに先頭に抜け出すと、 アラビアンナイトに2馬身の差をつけて優勝した。3着には、と、ダライアスが入った。生産者、バシュのクラークはこの時ニューヨークで入院中のため、レースを観戦することはできなかった。アメリカ産のサラブレッドがイギリスダービーを勝つのは1881年の色恋以来だったが、それはアメリカ産馬の挑戦をイギリスが、 約80年にわたって跳ね返してきたからではなく、アメリカサンバによって蹂躙されるのを恐れたイギリス系馬会が20世紀初めにジャージー規則を作ってアメリカ決闘の出走を防いできたからである。このジャージー規則が廃止されたのは1949年のことで、それから数年の間にもしジャージー規則が撤廃されていなければ出走すら、 難しかった馬が2頭ダービーを勝っている。34倍の人気薄馬の勝利としては、1908年のシニョリネッタ、1913年のアブイユールの101倍に次ぐ、次、ぐ史上3番目の後輩当での勝利であった。また、この時、ネバー世代に起乗していた、レスター・ピゴットは、史上最年少でのダービーステークス優勝を、達成した。 ネバー世代のダービー優勝と現代音楽史への影響リバプール在住のモナベストという女性は、ネバー世代の生まれの逸話とその名前をとても気に入り持っていた。宝石類を全部売り払った金で、ダービーのネバー世代の馬券を買った。ネバー世代が大穴で優勝したことで、モナは巨額の払い戻し金を手にした。モナはその金で、リバプール郊外に大きな屋敷を購入し、 修復した。この屋敷には広い地下室があり、モナは地下室をリフォームして、知人が集まってコーヒーを飲む部屋にした。そのうち、モナの息子がこの地下室に学校の同級生を集め、大音響で音楽を聴くようになった。彼らは、リトル・リチャードや、チャック・ベリーといったアメリカのロックンロールを好んだ。地下室から漏れる音を聞きつけて、近所の子供たちが、 どんどん集まるようになり、そのうち1000人を超すようになった。そこでモナは、彼らから12ペンス半の入場料を取ることにした。集まった子供たちの多くは、近所のクオリーバンク中学校の生徒で、学生の中には、クオリーメンというバンドを組んでいる者も,もいた。このクオリーメンに、モナの息子ピートベストが加わって誕生したのが、ビートルズである。初期のビートルズは、 モナの地下室に作られたカスバーコーヒークラブをねじろに活動した。ピートはネバー聖大の前書きの中でネバー聖大がダービーに勝ったからビートルズが世に出たと10回している。アスコットダービーでの出来事、ダービーの2週間後、ネバー聖大はアスコット競馬場でキングエドワード7スイステイクスに出た。このレースは極めて荒っぽい展開になり、ネバー聖大は 直線で他の出走馬の尻に噛みつく行動に出た挙句、勝馬、ラッシュレイから遅れて4着に沈んだ。ピゴット機種はネバー世代の騎乗法をレース審判に咎められ、ジョッキークラブはピゴット機種を半年間の騎乗停止処分にした。若いピゴット機種は前々から強引な騎乗法に目をつけられており、それが積み重なっての制裁であった。 セントレジャー制覇7、8月を休養に当てた、ネバー世代は、ピゴットに代わり、チャーリー・スマーク・キッシュとのコンビで9月に行われる、ドンカスター競馬場のセントレジャーステークスに出走した。ネバー世代は16頭中、4.3倍の一番人気で、出走し、12場審査で落勝した。これは、セントレジャー史上最大の喫茶で、チャーリー・スマーク・騎手は、スマークほど楽に、 クラシックを勝った騎手はいないと言われるほどの対象であった。馬ュのクラークもこのレースは現地に観戦に訪れ、相場の勝利を見届けている。ネバー世大は、セントレジャーの後、特に怪我もなく、そのまま、シュボバとなった。ネバー世大は、セントレジャーを最後に競争場を引退してタネボバとなった。馬ュであるクラークの強い意志によって、ネバー世大は、 生まれ故郷であるアメリカではなく、イギリスのニューマーケットに、つなぎようされた。クラークは、最低4年間は、ネバー世代をイギリスに留め置くこととし、その後の取扱いは4年後に検討すると公表した。1955年に種付けされた、最初の世代が1956年に誕生した。その中には、不出走ながら、血統の良さを買われて種ボバになり、 クラシックホースを出したインモータリティがいる。2年目の世代からは、2冠品馬のネバートゥレートが登場した。1962年に、ラークスパーのイギリスラービー優勝などにより、イギリスのリーディングサイアーとなった。バ種シュのクラークは、ネバー世代をイギリスの国立牧場へ寄贈した。その際、全体の種付け券の25%は、アイルランドの生産者に与えるよう、 条件が付与された。この時のネバー世代の価値は10万ポンド以上と見積もられている。かつて1914年に国立牧場が創設された時の牧場、施設、家具調度品、美術品、競争場、約50頭牛600頭などの総額が約7万4000ポンドとされており、ネバー世代は1頭でそれを上回る資産となることから、クラークによる寄贈は、 イギリスの生産会から大変な歓迎と謝意を持って評価された。ネバー世代は25歳で寿命を迎えるまで国立牧場で過ごした。ネバー世代自身は種ボバとして大成功を収めたが、ラークスパーを筆頭に優れた産区の中なら量席を上げるシュボバが現れなかった。一方、ネバー世代の子で競争馬としては中級、 下級クラスだったものは諸外国へ売られていったが、これらの中からは売却先で成功するものが出た。中でも日本では1960年代にネバービートが種ボバとして成功を収めたのをきっかけにネバー生代系のブームが起こり多くの産区が種ボバとして輸入され、1980年代には日本で最も人気のある系統になった。この間、 日本へ輸入されたネバー世代の子は16頭に及んだが、1頭の種ボバの3区にこれほど人気が集中したのは日本でも初めてのことだった。こうしてネバー世代の系統はイギリスでは1980年代には滅亡寸前まで衰えたが、日本ではしばらく繁栄した。だが日本でもこの系統から出た最良の競争馬だった。 テンポイントが競争中の怪我が元で死亡してしまい、1980年代の後半には、ネバー世大時過去の種母バの成績は峠を越え、孫の代からこれといって、有力な後継種母馬が出なかった。2000年代には、メス系に残ってはいるものの不系としての本場の、系統はほぼ途絶えた状態となっている。種母バネバー世代にとって、初年度産区となる。 1956年生まれのボバ、イモータリティは、ミシュス・ソバである。イモータリティの祖母は、現代でも、世界屈指の名品系の一つに数えられるラトロワンヌ、である。その娘である、ベル・オブ・トロイは、アメリカで、ブルックリン・ハンデなど13章を挙げた、広報図を生んだ。イモータリティはこの広報図の2歳下の判定で、ベル・オブ・トロイをイギリスへ連れて行って、 タネボバ入りしたばかりのネバー世代を後輩し、イギリスで生まれた馬である。イモータリティが競争年齢に達する頃には、すでに広報図がアメリカで優秀な成績を収めていたので、イモータリティは未出走のママシュボバになった。インモータリティは初期の産区からフリート、デモクラティの全姉妹が活躍した。1967年にタネボバとして、 アルゼンチンへ輸出された。フリートは1964年にアイルランドで生産された品馬である。母馬はレビューというが、その3区のディスプレイは1961年にチェバリーパークステークス、1962年にコロネーションステークスに勝っている。さらに、フリートが生まれた1964年には、半姉のプールパルレが1000ギニーに優勝している。 フリートは2歳の時に、チェバリーパークステークスに勝って、イギリスの2歳ヒン馬チャンピオンになった。翌1967年にはセンギニーとコロネーションステークスに勝ち、この年のイギリスのマイル部門のチャンピオンとなった。ヒン馬のデモクラティは、フリートと父母を同じくする全員妹である。1969年に、フランスでラフレ賞を勝ち、 ホルトマイオ賞やセーネワーズ賞にも勝って、フランスのスプリント部門のチャンピオンになった。ディムボクローは、アルゼンチンへ渡ったイモータルが出した産区である。1969年に、ラスオルミガス牧場で生産され、アルゼンチンで、ジョッキークラブ大賞、サンイシドロ大賞に勝った。ネバートゥレートは、ネバー世代の2世代目の産区で、センギニー、オークスに勝った。 ネバートゥレートはアメリカで生まれ、フランス人調教師に預けられた。2歳の時はフランスでサラマンドル賞に勝ち、タイムフォーム誌によるフリーハンデで全王2歳頻馬チャンピオンになった。3歳になるとイギリスへ渡り、センギニーとオークスに勝った。ネバートゥレートは小柄な栗毛馬でハウエル・ジャクソン夫妻がブルラン牧場で生産した。 母馬のグロリアニッキーは1954年にイギリスでチェバリーパークステークスに勝って2歳、頻馬チャンピオンになっている。近親にはセントレジャーステークス優勝のリボッコとリブロがいる。ネバートゥーレートはグロリアニッキーの発語で、まだ妊娠中の1956年に3万ポンドで、ジャクソン夫人がグロリアニッキーを買ってきたのだった。ネバートゥーレートはフランスへ送られたが、 同名馬が、すでにいたので、ネバートゥレートにとして扱われた。エチエンヌポレ調教師の下で1959年8月にデビューし、9月にサラマンドル賞で、ファラモンドを破って優勝した。続くグランクリテリウムでは、アンガースに、首差破れて2着になった。タイムフォーム誌による、フリーハンデで、ネバートゥレートは130ポイントの評価を得て、 全王二歳品馬の首位になった。三歳になると、アンプルダンス賞を四馬審査で勝ち、千ギニを目指して投影した。ネバートゥーレートは13頭中、約1.7倍の本命になり、ゴール前200メートルのあたりで先頭に立つと、あとは二馬審査をつけて楽勝した。翌月のオークスでも2.2倍の本命になったが、ゴール前の混戦でぶ議つぎをかもす結果になった。 ネバートゥーレートは後方から進み、最後の直線でスパートしようと外へ何とか持ち出し、先頭のペンポンに追いすがった。並んだところで、ネバートゥーレートは左へもたれてしまい、後ろから来たアンベルリンの進路を塞ぐ形になった。立て直したネバートゥーレートは、何とかペンポンを頭さ捉えて優勝した。ペンポンが2着、アンベルリンは3着だった。レース後、 ネバートゥーレートの騎手は、レース中に何度もイギリス人騎手が、恋に進路を妨害してきたと申し立て、ポレ調教師も、進路妨害がなければ6場審査で勝っていたはずだと、述べた。秋はフランスで、ベルメイ優勝に出たが、柔らかいババが合わずに着外に終わり、イギリスのチャンピオンステークスで2着になったのを最後に、引退した。この年のタイムフォームによる、 ネバートゥーレートの評価は128ポイントである。ネバートゥーレートはアメリカに戻って、繁殖品馬になった。3区の中で最良のものはウィザウトフィアで、ヘロド賞に勝ち、オーストラリアでチャンピオンサイアーになった。他にも、ネバートゥーレートの子孫からは、オーストラリアの VRC オークスの優勝馬が出ている。ダイハードは3歳時にセントレジャーで2着に入り、 コバになって1961年にイボアハンデキャップに勝った。三代母がスイートラベンダーで、近親にはアンビリックスやクレロンなどがいる。1962年に日本へ輸入されると種ボバデビュー初年度に新種ボバランキングで3位となった。初期の3区から北の大王が北海道の2歳戦でレコード勝ち2回を含めて3連勝。 そのうち重傷が2つという活躍をした。北野大王は、その後怪我で、長期休養を余儀なくされ、クラシックシーズンを棒に振ったが、7歳までで7000無敗の成績を残して引退した。北野大王は、種ボバとしても成功した。ダイハードは1978年に死亡した。この他、ダイハードは、多くの重傷勝ち馬を出したが、 クラシック競争では2着止まりで優勝馬は出せなかった。また、頻馬3区のワールドハヤブサは、重賞勝ち馬ではなかったが、3区のビクトリアクラウンをはじめ子孫から、多くの活躍馬が出て、同馬から発する、ワールドハヤブサ系は、名門メス系として知られる存在となっている。母の父としては、ネバービート同様優秀であり、フジノパーシア、スリージャイアンツ、ハードバージ、 フレッシュボイス、成田早草などを排出。リーディングブルードメアサヤーとはなっていないが、1982年と1983年に BMS ランキングで3位に入っている。シプリアには1958年にイタリアで生産された。コロネーションステークス、ファルマスステークスなど4勝を挙げ、1962年に種ネボバとして日本へ輸入された。 日本では、ヒカルイマイ、透明、アチーブスターなどを出し、大成功した。詳細は、シプリアに参照。ラークスパーは1959年にアイルランドで生産された。イギリスダービーに勝ち、1967年に種ボバとして、日本へ輸入された。前弟のフィニックスバード、ハンテバリメライスも種ボバとして、日本に輸入されている。 近親馬では、母の判定アドミラルバードも、本邦輸入主母馬である。母の父として、イマリワン、リードホーユーの2頭のアリマ記念優勝馬を出した。ネバービート三勝。ライオンハーテッドは1961年生まれのイギリスサンで、イギリスダービー優勝馬のパーシアや、セントレジャーステークス優勝馬のアルサイドの近親である。ハンイモートブオルテツクスは、 日本に繁殖品馬として輸入されており、同馬の孫に投資用ユースがいる。ライオンハーテッドは A、I で走り7000連勝と勝ち星を挙げられなかったが、1964年のアイルランドダービーで単勝1.5倍の大本命サンタクロースに次いで2着になった。ライオンハーテッドは初めニュージーランドで種ボバになったが、日本でネバー生代のブームが起きると、 1972年に日本に輸入されて北海道ニーカップ町で供用された。3区にはクイーンズランドギニーズのカチウマボーセラーや南関東の名馬アズマキングなどがいる。アズマキングは1981年の帝王賞をレコード価値している。コントライト3賞。ナイトデーザセカンドナイトデーザセカンドは英国3。ハガニーマーシャルは A2000 ギニー優勝馬。ハンアニスカイマスター。ハンニイエルギアローは種ボバとして日本に輸入されている。また、ハンアネアイシアも繁殖品馬として日本に輸入されており、同馬の彦に大進吹雪がいる。三区に目立った馬はいないが、母の父として東海三冠馬のサブリナチェリーを出した。ダッパーダッパーは愛国産。 半姉にグラッドラグズがいる。栗林雄二により、日本に輸入され、ユートピア牧場の主力守護馬として供養された。だが、堅実に走る馬は出すものの重傷で活躍するような、馬はあまり出せず、また、気象難を伝える面もあり成功しなかった。主な三区に、全日本三歳優秀を勝ったカツフアーム、新潟県競馬で活躍した、カツボーイがいる。 日本に輸入された、品サンクネバー製大ン区は、繁殖品馬などとしても日本に輸入されている。ガリデーは、同盟の競争場がアメリカにいたので、ガリデー部と表記されることもある。なおガリデーのカタカナ天気には、ガラディー、ガラティーのような表記も見られる。世界の名馬に従い、ガラディとした。他には、ガラデー、ギャラディーなど。ガラテアは、 同盟の競争場がアメリカにいたので、ガラティと表記されることもある。なおガラテアのカタカナ天気には、ガラテア、ガラティ、ガラティなどの表記も見られるが、ここでは、母馬のガラディとも区別も考慮し、ガラテアとした。ボレアレのカタカナ天気については、他に、ボリアールなど、シンギンググラスのカタカナ天気につ、わいては、他に、シンギンググラスなど、 クラークはアメリカで、ジョッキークラブと喧嘩をして、仲違いをしており、所有場をアメリカで走らせることを良しとしていなかった。この時、ガーデンステートステークスに勝ったのは、フィッシャーマンという馬で、フィッシャーマンは後にアメリカチャンピオンになって、外線文章に挑み、リボーに敗れることになる。ジャージ規則に抵職するからといって、ダービーに出走できなかったわけではなく、 判決馬扱いで出走したフランスのダーバーやマイバブが勝っている。しかし、判決、すなわちサラブレッドであることを否定され、決闘書に登録されないこれらの馬は、イギリスでは経済的な価値がないに等しかった。この規則によってイギリスは国内の競争馬生産者を保護する意図があったのだが、後になってみれば、むしろレベルの低下を招いて競争力を、 失っただけだった。サラブレッド決闘体系及びファミリーテーブルズ・オブ・レーシング・ホーセスボリューム4より作成このファラモンドはサラマンドル賞の前にモルニ賞を勝っている。ファラモンドは3歳になるとダリュー賞を勝ち、フツ・バービーでは5着になった。後に日本に種ボバとして輸入され、カブラヤ王、ミスカブラヤ、ゴールデン・リーボー、 ゴールドスペンサーなどを排出次第成功した優勝馬はイタリアの牝馬マーガレット・バーノートありがとうございます